はい、もちもち TV のもちです。ジャニーズジュニア全172人にファンレターを出してみたシリーズから、まあ、2年が経って、まあ、10月17日から、まあ、ジャニーズっていう名称が変わるということで、まあ、ちょっと寂しい感じでもあるんですけど、まあ、この2年を区切りとして、まあ、何枚返ってきたのか、これまでファンレターの返事が。まあ、正確に発表したいと思います。まあ、全部で返ってきた枚数が、まあ、こんだけあるんですけど、まあ、結構な枚数ですよね。まあ、時間軸でちょっと紹介していきたいと思います。まず2021年の秋から始まったということで、まあ、最初に返ってきたのが2021年の12月ですね。まあ、池田大河くんから返ってきました。そして次、2022年ですね。2022年の3月。ここちょっと間隔空くんですけど、2枚目、2022年の3月に、木村ライトくんから返ってきました。そして2022年の5月に、まあ、豊田陸斗くん、少年忍者の豊田陸斗くんから返ってきて、2022年の6月に、今村隼人くんから返ってきました。そして2022年の7月ですね。鍋田大成くんから返ってきました。そして2022年の8月。この辺連続で続いてるんですけど、まあ、アンビシャスの真由美武之くんから帰ってきました。そして2022年の8月ですね、またしても。ボーイズ B の上垣康介くんから帰ってきました。そして、またしても2022年の8月ですね。アンビシャスの浦陸斗くんから帰ってきて、2022年の9月。アンビシャスの井上一太くんから帰ってきました。そして2022年の10月ですね。これ、最初の3人、っていうと、池田大河くん、木村ライトくん、豊田陸斗くんは、まあ、一回帰ってきた返事に対してもう一回出してるんですね。なので、また2022年の10月に豊田陸斗くんから再び帰ってきました。そして2022年の10月ですね。まあ、これ連続で翌日ぐらいに来たんですけど、まあ、池田大河くんからまたしても帰ってきました。そして2022年の10月に、これ名前が書いてないからちょっと分かりづらかったんですけど、おそらく広末優里くんから帰ってきました。そして2022年の11月に、尾崎流星くんから帰ってきて、2022年の11月に、渡辺心くんから帰ってきました。そして2022年の12月に竹村正人くんから帰ってきて、2023年ですね、の5月に GOGO キッズの田中ひなりくんから帰ってきました。そして2023年の7月に堀口優斗くんから帰ってきて、最後ですね、2023年の8月に大東律くんから帰ってきました。まあ、消印の日付を言ってるので、まあ、正確に帰ってきた日はちょっと前後したりするんですけど、まあ、大体こんな感じの流れで帰ってきました。で、帰ってきた人数が172人出して、まあ、16人ということで、まあ、今のところなんですけど、返信率が 9.3% ですね。で、172人に書いてるんですけど、最初の3人には返事を出してたので、書いた枚数としては175枚で、18枚ですね。そのうち 10.2% の確率で返ってきたので、まあ、おおよそ 10% ぐらい、10人に1人ぐらいの確率で返ってきました。まあ、10人に1人とは言ってるんですけど、まあ、結構、まあ、あんまり情報が少ない子も、薄い情報の中、まあ、全員内容は変えてるんですけど、まあ、書いてるので、まあ、本当に濃い情報を持った中で、濃い内容を書けば、もう返信率はもっと上がってくるとは思うんですよね。まあ、今のジュニアがどうなっていくか、この先が本当にちょっとわかんないんですけど、まあ、このシリーズ、まあ、大変なんですけど、まあ、2年後とかに帰ってきたりするんで、2021年に書いたのが2023年にタイムカプセルみたいな感じで帰ってきたりするので、もうちょっと楽しいというか、こっちもワクワクしてくるので、まあ、また新しい事務所になった時に、また気力があったらこのチャレンジやりたいと思います。まあ、今は10月なんですけど、まあ、8月の段階で、まあ、帰ってきた子もいるので、まあ、まだ引き続き帰ってくる子とかがいたら、ちょっとまあ内容的にちょっと書きづらい内容になってくると思うんですけど、まあ、引き続き帰ってくる子がいたらまた紹介したいと思います。はい、以上、もちもち TV でした。